老师都是希望我们就真的像回归像古人的生活一样，所以我们当时的琴棋书画呢我们都需要涉猎的。和敬静寂っていう言葉があるんですけれど、平和を望んで、お互いに相手をリスペクトし、綺麗な心を持ってで、どんな時でも慌てずに할아버지한테배우셨던그런기술이있을거고그할아버지또그중조할아버지한테배우셨던그런기술들이이제대대로이어져오는건데